いつの間にかカード取れなくなってるし。はい、クイズ作家の山本です。ナイスガイのスライです、はい、2人です。2人デュエルかな。デュエルのデュエルか。本日はおい科学者オセロー、イエーイ、勝負だった、合ってた。デュエルじゃん。デュエルだったあれね、世界史でやってたやつね。そうです。中国の1000年から1100年、千円の銘が結ばれる。千円の銘は2004年です。皆、はいはい、さん残り3枚ですね。世界史オセロねやったんですが、はい、まあ理系の皆さんもやりたいでしょう。やりたいでしょう。やりたいね。そうだね。ということで科学史オセロを用意しました。いいですね。おいおい、盤面はこちらです。ダダン。おー、なるほど。まあ、じゃあルールは普通のオセロと一緒なんですが、うん、自由に置くことができないですね。あ、はいはい、例えばこの左上のここに位置を置きたい場合は、うん、1900年から1950年の物理学とコールして相対性理論が発表される。なるほど。はい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 、はい、その年代に起きた物理学に関する出来事を答えると意思を置くことができる。なるほど。なるほど。ね、まあ、理系のジャンルがそんなになかったのと、まあ、2人ともね物理学専攻してるということで、はいはいはい、物理学まあ2倍にして2つ用意したんですが、うん、2つともと真ん中に置きました。あー、悲しい。同じマスで3回ご答しますと、うん、その段階で敗北です。敗北。敗北。じゃあ先攻後攻決めのジャンケンにいきましょうか。ウェイ。おい、最初はグーじゃんけんぽい。バーン。敗北。どっちにします？高校で。高校。おい、まあ、一応ね、これはあの本家の東大王へ配慮しまして、赤と青の配置逆に細かいなということで先行赤ですね。はい、はい、じゃあ菅井さん。はい、じゃあ1800年1900年の物理の取れる方でボーアの原子理論が発表されるってお願いします。ボーアの原子理論が提唱されたのは1913年です。しょっぱな。一番やつに1個下だった。量子力学危ないか。微妙なラインなんだな。ということで、はい、これは取るの失敗したんですが、はい、まだ菅井さんのターンです。はい、ただし、最終スコアとして山本さんにプラス。あ、そうだ、これ間違えたらダメなんだった。取れればいいやとか思ってたけど同じ場所に行きます。はい、2回目の挑戦。マックスウェルが電磁気学の方程式をまとめて発表しました。いわゆるマックスウェル方程式が発表された。マックスウェルの方程式が提出されたのは1864年です。はい、そうね。どこが難しいのか。いやー、天文学難しいなと思ってて、なんか天文学って17世紀とかもう入る前の頃から盛んに研究されてて、手が一個大きい。年代で捉えてないところはあるんで、結構むずい。はい、じゃあ1950から2000年の数学にします。はい。クレイ数学研究所が設立される。クレイ数学研究所は、まあ、ミレニアム検証問題を発表しているところで、権威ある数学の機関です。なるほど。はい、クレイ数学研究所が作られたのは、1998年です。おー、危ねえ。危ねえ。意外とギリギリだったな。2000年以降の物理学の右。はい、うん、今日の出来事でも OK です。今日の出来事でも OK。 おー、どうしようかな今日の論文それこそじゃあ本当に数日前に東大からプレスリリースがあった出来事でもいいわけね。はい、お鉄テルルとビスマス2テルル3の海面上に、あれ、あとボージカル絶縁体と超伝導体の鉄道部分に生じる、またボージカル超伝導とでも呼ぶべき部分の超伝導電流の流れ方を磁場をかけることで整流作用代表的にできるということが発見されたもう正解でいいよ正解です。はい、で今の俺はね、右側で勝負したくないって言ってたから、右側を赤にすることでこうこっちの方に行かなきゃいけないっていう作戦。あ、でも僕がちょっと行きたくないって言ってたら左です。あ、そうか、天文学の決めました。1800年から1900年の物理学で空いてる方、はい、光を伝えるって言われてたエーテルっていう物質が存在しないことが証明されたマイケルソン・モーリーの実験が行われる。で、これ多分1887年とかだと思う。おお、俺もそれぐらいだと思う1887年の。おお、偉い。なんでお前ズバリ菅井さんのね、得意なところを潰していこうという。山本を左に引っ張っていくかな。数学の1800年から1900年、はい、リーマンが積分の理論を整えた整えたリーマンがリーマン積分の定義を与え、単調関数はリーマン積分可能であることを示したでいいですか。あ、じゃあそれにしましょう。はい、それは
1854年です。イエーイ。1600年から1700年の物理学、ニュートンが万有引力を発見する。絶対あってちゃんと年号発表しといた方がいい。1666年。あ、正解クイズノックでまた正解だ。いろんなリンゴが66個で有名だね鎌倉幕府滅亡から333年。ニュートンが、はい、万有引力を発見するのは1665年ですね66年じゃない。あれ違った。発見した後発表するまでズレがあるとかじゃない。多分そうだと思います。このゲームってカード取られるとヤバいんですかね1950から2000年の天文学、ハワイのマウナケア天文台ができる。天文台管区と呼ばれる特別土地利用区域と指定された都市でいきますね。はい、それでじゃあ、はいはい、1967年です。イエーイ。カード狙いに行きましょう。1600年から1700年の天文学でねでねなんだよ。ケプラーこの辺なんじゃないかなって思うんですよ。なるほど。ケプラーがケプラーの法則を発表する。いやこの辺だと思うんだよな、なんとなくだけど。どの法則にします。おぉこれはフィジカルなのこれ。やばいぞ。どっちぶりだ。いや前ぶりでしょ。ってことはじゃあ第3の調和の法則にします。 A3 乗と T2 乗が比例するやつ。そうそうです。1619年です。おぉすげえ。まあ、ちなみに第1法則、はい、第2法則は1609年おお、まあ、別に持ってたらということでカードを、ね、よーしカード取ったぞ。いやカードいかれちゃったな。どこ取るのが頭いいんだよね。難しいですね。でもなんか僕の予想これ全部埋まることないんですよどっかで死ぬみたいな。どっかで多分死ぬんで、まあ、今回、ね、前回の世界史上セロと違って3回間違えると失格というルールありますので、うん、まあ、前回の世界史だったんですけど平気で1600年から1700年の数学で、はい、そこかオイラーが生まれた1707年。うわー、1600から1700の物理学の右、はい、空いてるとこです、うん、ティコ・ブラーエが亡くなる、はい、亡くなるケプラーの師匠。ケプラーがティコ・ブラーエの研究を参考にしていろいろ法則を発見したと、うん、1601年です。やったー。あぶねー。すげえ。1900年から1950年の生物学でロナルド・ロスがノーベル賞を受賞するこれはね1902年ですロナルド・ロスがノーベル賞を受賞したのは1902年です。よしよし。1800年から1900年の生物、ベーラーが初めて天然有機分子の尿素を合成した1828年です。えっ、素晴らしい。1828年はね、尿素の合成とトルコマンチャー異常薬が関係ない。1950年から2000年の生物学、クリックがセントラルドグマ説を提唱。1958年です。おお、意外とギリギリだった。2000年以降の生物学でいきましょう。そこ行っていいのかな俺山中教授が iPS 細胞の発見でノーベル賞を受賞にします。2012年です。はい、まあカード取りたい、でもわかんない。1600から1700の科学にします。はい、右上ですね。で、プリーストリーが炭素を発見。これもし、1700年から1800年の出来事だったとしても、はい、同じことは言えませんから、はい、はい、プリーストリーが酸素を発見したのは1774年です。はい、酸素より前なんて何があんの確かに基礎も基礎よトルトにしよう。で、これめっちゃ迷うな。でも上行きたいから一回上で勝負しようかな。1600から1700年で、はい、ドルトンが生まれる1760年。よし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 、同じぐらいか。はい、じゃあ右下行きます。1700から1800年で、はい、キャベンディッシュが水素を発見。なるほど、はい、酸素ではなく水素、水素にします。1766年です。はい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 、はい、ちなみにこれで、今山本さんも菅井さんも2回ずつ間違えてます。はい、枚数勝負、うん、枚数勝負ね、はい、これ意味わかんないぐらい俺不利だなじゃあいきます、はい、1900年から1950年の数学で、はい、ルベーグティルチェス積分のティルチェスが生まれるルベーグスティルチェス積分にしましょう数学者
スピリチュスが生まれたのは1856年です。もうダメだー。もう一回いきます。アティア、マクドナルド、加冠大数入門で有名なアティア先生が生まれる。アティア、マクドナルド、加冠大数入門。だいぶ難しい。テキストの名前だ。数学者アティアが生まれたのは1929年です。あー、そうだ、合ってた。わお、菅井さん12枚、山本さん7枚となりました。こんなになんか一抹ぼよごみたいな。あんまり言われない。オセロってこういうゲーム。1950年から2000年の科学で福井健一さんがノーベル賞受賞。ノーベル賞を攻めしよう。1981年です。はい、じゃあこれはまた一抹ぼよにしときますか。お。1900年から1950年の科学、マリー・キュリーがノーベル賞を受賞。マリー・キュリー科学賞だよな。どっちも取ってますよ。科学と物理取ってますね。えら。科学賞でいいですか。はい、まあ科学のマスなんで。確かに。1911年で、はい、一抹ぼよ。一抹ぼよ、あの辺を一抹ぼよ。綺麗に、いつの間にかカード取れなくなってるし。右上のカード取れなくなってるし。1700から1800の物理、マイケル・ファラデーが電磁誘導を発見。1831年です。ありがとうございます。1700年から1800年で万有引力定数の測定が初めて行われる。1798年です。おー、きれい。入った。すごい。誰だったんだろう。これ実はキャベンディッシュか。やっぱりキャベンディッシュか。あの辺にキャベンディッシュ水素って言った時に聞こうと思ってたの。キャベンディッシュの物理の業績はいいんですかって聞こうとしてたから。さっきちらっと言ったのは1700から1800の物理はさ、力学とさ電磁気の間を言えばいいんでしょ。はい、波だと思うんだよ。お、なるほど。だから1700年と1800年の物理でホイヘンスがホイヘンスの原理を唱えた。1678年。うわー、上の、もうちょいむずい波だ。もうちょいむずい波。じゃあ波シリーズでもう一回いきましょう。はい、物質の法則、スネルの法則が発表された、うん、1621年です。うわ、ニュートンより前なんだ。むずい。2000年以降の物理学でいいですか。はい、南部陽一郎さんが、ノーベル賞を受賞した。急にあんまり。2008年です。はい、はい、1800年から1900年の天文学に。はい、おケプラーより100年空いてるんだな。じゃあ、いける。僕知ってる年齢。やばい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 。はい、1801年にオルバーさんがパラスを発見しました。小学生のパラスを発見。1802年です。おお、あれ2年だった。1年ずれたけど。ケレスが、あ、ケレスか、あ、そうか、ケレスが1801年か。パラスが2番目に。どうですかね、小学生ですね。あ、そうか、そこ1年違うの。はい、12枚対12枚となります。やばい、じゃあ俺が間違えてる分負けてる。1900、1950の天文学入りてー。1600から1700の数が出るんです。どうしても取らせたい。2000年数学、はい、フェルマーの定理の一番難しいやつが証明された。フェルマーの最終定理ですね。はい、1994年です。わー、ちょっと待ったー。2000年科学でいいか。はい、お、2001年、マグネシウムジボラン MGB2 が超伝導体であることが発見された。2001年です。はい、はい、素晴らしいですね。まあ、これはね、物理科学というはい、はい、これで菅井さんが16枚になります。待って待って、僕カード取れるじゃん。いつの間にか。あそこ確かね、2回ミスってるぞこれ。じゃあ、カードは諦めて。はい、1800年から1900年の科学、キュリー夫人がポロニウムを発見。キュリー夫人は1905年にノーベル物理学賞を取ってるんですよ、うん、だからまあギリ入ってないだろうという。なるほどね、ちょっと前にやった研究業績に対して与えられてる、うん、1898年です。おー、ギリ。そんなすぐ受賞できるんだ。ノーベル物理学賞を取ったのが1903年ですね。あ、3年か。でもなんかそんなすぐ取れるんだなっていう。まあ、昔だから。1600から1700の科学で、ボイルの法則が発表される。1662年です。よし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 。でけえ、この正解。1600年代ぐらいは圧力ぐらいしか測れないんすよ。じゃあ、1600から1700年の生物学にします。ハーベイが血液循環説を唱えた。
1628年です。1628年です。わあ、はい、ありがとうございます。1628年はあと権利の請願もね覚えて。関係ないからジャンルが。これあこ行くしかねえな。あそこに行くとかなり取れますね、須貝さん。そうですね。これはかなり心理戦ですよ。じゃあいきます。1600年から1700年の数学で、積分をニュートンとほぼ同時期に発表して発明しているライプニッツさんが生まれた。なんでかっていうと、ニュートンが1666年で、それぐらいの時にいい感じのおじさんだからな。ライプニッツもいい感じのおじさんということは、1600年代生まれでしょう。ライプニッツが生まれたのは1646年です。よし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 。これは痛いですよ。一気に須貝さんの赤が増えますね。はい、じゃあ1900年から1950年の天文学に行きます。パルサーの発見者アントニー・ヒューウィッシュが生まれた。パルサーの発見自体が50超えてそう、うん、超えてるかもしれないなと思って。アントニー・ヒューウィッシュが生まれたのは1924年です。よーし。でもその結構青がうまいぞ。ちなみにパルサーが発見されたのは1967年なので、おー言ってたら、よかった、変えて。2000年代以降の天文学で、はやぶさが帰ってくる。いいですか、はやぶさ2じゃなくて。いや、はやぶさ2、3000年とかに。まあ、2000年以降だから、いつでも。2010年です。はい。はい。これでね、5等分と合わせてね、同点なんですよ。おー、面白いな。いい勝負。天文学の1700年、1800年。はい、角狙いに行きますね。行きましょう。小惑星発見よりちょい前だから、ハレー彗星に名を残すエドモンド・ハレーがグリニッジ天文台の台長になる。台長になる。はい、ちょっと微妙に年齢を微調整してます。生まれるでもなくなるでもなく。そうですね、ちょ真ん中あたり。1720年です。微調整成功。あれは1656年。あー、ダメだった。結構おじいさんだよ。でも普通にね、これ5等で失格するパターンあると思うんだよ。この中で何回か失敗してるのを。私が1700、1800の物理を2回失敗しますね。それから2000の数学を1回失敗してます、ね、じゃあ1700年から1800年の物理、お、最終チャレンジ、ここ行きましょう。はい、攻めるな。マッハが生まれる。バネの法則のフックの、うん、話もしようと思ったんだけど、いや、スメルがそんな昔に見つかってたったら、ね、フックもちょい前のイメージが。そう、1600年代に絶対見つかってると思うので、法則で物を動かせるようになったのはニュートンより後だろうっていう、うん、電磁誘導よりは早いんじゃないのと。いや、これ外れていた場合、須貝さん、はい、敗北。今日のキーワードね、エルンスト・マッハが生まれたのは1838。あー、負けたー。ということで、須貝さん、敗北に。敗北。山さん、優勝。イエーイ。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。概要欄に Twitter などもあるのでフォローしてください。それではまた次の動画を見てください。いやー、疲れた。僕なんか、ヤングとかあー、感情のヤングか思ったけど、難民のヤングか。ヤングが生まれたのは1773です。おお、ヤングだった。やっぱ波の波だったな。波だった。なんか他に埋めるとこあるの、山本さん。数学の1700、1800が回ってきたら、江戸時代ぐらいの攻めにしようかな。ああ、三角和山の大河じゃん。関高数あたり。関高数は亡くなったのが1700。ああ、じゃあギリ亡くなったにすれば、亡くなったにすれば。いやー、負けたー。いやー、まあこんだけやってね、勝てたからよかったな。本日はですね、科学史オセロやってまいりましたが、非常に大変でしたね。むーず難しい。この動画が面白いと思ったら、チャンネル登録、高評価、サブチャンのフォロー、Twitter のフォローなどよろしくお願いします。あとね、空いてるとこ埋めてください。あとみんなでコメント欄で、1700から1800の生物を埋めれる人は埋めてください。埋めてください。またお会いしましょう。さよなら。通帳にして。